なんですけども、今日まで僕も夏休みだったもんですから、いろんなですね、イベントに、ちょこちょこと、まだやってないですけど、今度幕張で DIY ショーもありますけど、まあそういう、こう、写真してる CP プラスみたいな感じじゃないんですが、なんかいろんなの、こう、催し物があって、行ってくるんですけど、去年行って面白かったんでですね、今年も行ったのがですね、有楽町でわざと匠の祭典っていうのかな、東京都の、ものづくりの人たちが集まってですね、まあ、DIY っていうよりも、こう、ものづくりのプロがですね、こう、技を見せるみたいな、アピールする場所みたいな感じで、で、ものづくりって言ってもですね、こういうカメラみたいなものの他にですね、もっと板金とか、左官とかです。物を作るんだからって、料理の、なんかも出たりとかですね。あと、洋服の仕立てなんかも物作り、なんていうんですね。いろいろなって面白かったんですけども、ちょうどですね、その時に面白い経験をしてきましたので、それをですね、ちょっと、動画でですね、ちょっと、撮ってくれたのが、いましたので、ちょっとですね、ヘラ絞りというですね、技術、あまりカメラには登場しないんですけど、まあちょっとですね、こんなような加工技術っていうのも、あるんだよっていうのでですね、面白い僕も言葉では知ってたんですけど、実物を見るのも初めてだしですね、実際に今回はですね、その祭典では、来場者にこう経験してもらう、体験してもらうっていうのが非常にこうコンセプトとして前面に出てきたのでですね、今年はいろんなところで、ちょっと触りだけをですね、させてもらえるというのがありまして、去年は僕ですね、板金屋のとこ行ってちりとりを作らせてもらったんですけど、これかな？こんなやつ。今年もですね、なんかないかななんて思って、ここは極めて実用的にですね、使ってまして、まあそしたらですね、とにかくそのヘラ絞りっていうのは、北島絞り製作所ですね、結構、ビッグネームの、ところのですね、ブースがありましたので、行ってきましたんで、ちょっとですね、動画を、見てですね、まあちょっと笑ってやってください。はい。ここでいいのかな？これが画面で、これですかね。こんな感じですね。後ろでですね、こう、囁きながら、ガイドしてくれるんですけども、ちょっとこの手が、間入っちゃいましたが、これもう一個の動画。これはこう縦にですね、縁を丸くするところなんですが、体重乗っけてですね、こうギューって絞っていくんですけども、何を作ってるかっていうとですね、お皿みたいなものを作ってるんですね。という、まあ、動画なんですが、何のこっちゃよくわかりませんけども、で、まあ、できたものがですね、こういうものです。丸いですね、板をですね、こう置いて、ここに型があってですね、ね、板を置く。で、こう、ヘラでですね、こう回転させながらギューッと押していくとですね、こういうふうにこう、絞っていって、で、最後、2枚目の胴回りのところでですね、こう丸くしてたと思うんですけど、あれでですね、こう、ローラーでギューッと絞り上げてですね、こう丸くしていくと。これ多分ね、1ミリぐらいのステンレスだと思うんですが、結構重いんですけども、すごいもう実用的ですね。嬉しくなって、毎日使ってますけど。まあ、こんなようなですね、ヘラ絞りっていう技法ですね。こう、すごくもう、日本に伝わったのは大正ぐらいという聞いたことがあるんですが、もう本当にですね、イエス・キリストのいた頃から、なんていうのは、こう、灰をですね、作ったりとかしている技術だと思います。で、なんでこれをですね、ビビッときたのかと言いますと、やっぱカメラファンだとこれ見てですね、絞りって言われると、何して思うんですけども、やっぱりですね、どう見ても、レンズキャップですよね。金属製のレンズキャップは、まあ、まずこのやり方で作られていると思います。まあ、
実際の量産はですね、もうプレス加工でガチャンガチャンガチャンで打ち抜いちゃうと思うんですけども、多分小ロットのレンズとかですね、径がいろんな径が必要ですから、絶対ヘラ絞り使ってると思うんですけども、まあそういったですね、技術をですね、やっぱり面白いですよね、自分で絞れて、マイレンズキャップなんていうのが作れたら、最高かななんて思いながらですね、ああって、やってたんですけども、いずれ、ちょっと挑戦してみたいなと、思います。はい。まあ、とりあえずですね、こういうものを作ってきたよっていう、まあ、動画の笑い話だけです。はい。なんかもし、失敗例、成功例できましたらですね、またちょっとここで喋ってみたいと思います。これはちょっと録画を。